ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ葛飾より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介するお車がメルセデス AMG GLC63S フォーマチックプラス2020年式3200キロこちらの車両になります。大変です。はい、車がないないですというのは、まあ、最近なんかこれしか言ってない気がするんですけど、はい、あの GLC63 もないんですよね。全然ないですね。びっくりしました、はい、というわけで非常に貴重なお車になってくると思いますので、はい、今回こちらをご紹介したいと思います。でまず概要から、はい、2016年から2023年まで販売させた車両なんですけども、まあ、言わずと知れた C クラスの SUV 版ですね。でこれあの SUV 版って言うんですけど、あのプラットフォームも全く一緒みたいですね。そうですね。単純に本当に C クラスの、はい、まあ、バリエーションの一つっていう感じになるみたいです。 GLK よりかも、まあ、長くもなって幅もワイドになって使い勝手もかなりアップしていると。でこのパッケージなんで、はい、やっぱりかなり評判が良かったみたいで、2020年と21年、はい、メルセデスのベストセラー SUV だったらしいですよ。めちゃくちゃ売れたらしいです、はいはい、で全世界でも260万台ぐらい売れた、もうかなりヒット作、当然使い勝手も抜群ですし、まあ、あとはベストセラーの SUV の AMG 版ということで、はい、まあ、非常に人気の車になってくると、はい、そしてこちらの車2019年にマイナーチェンジしている後期型の車両というわけ で、はい、で後期型がとにかくないんですよね。ないですね。あの中古車情報サイト見たんですけど、はいはい、今日の時点でなんと2台2台だけです。そんなことあります、はい、なんか厳選して2台じゃないですか、はい、もう条件関係なくGLC の後期が2台しかないだけです、ね、で前期合わせても十数台、はい、そうですね、はい、異常事態じゃないですか。異常事態ですね。ですよね、はい、で通常考えたら2019年にマイナーチェンジしてるんで、まあ、初回の車検もしくは2回目の車検で車がこう出てくる時期じゃないですか、市場に。そうですね、そうですね、はい、それが出てこない、はい、ってことは多分なんですけど皆さんおそらく乗り換えてないとか、そうですね、まあ、あとはその需要の方が多いとか、はい、まあ、あとは時期的にちょっとコロナとかぶっておそらく登録台数が後期の方が若干少ないっていうのもあるんじゃないかなと、はい、そうですね、はい、なのでこの機会を逃すと、はい、もう二度の見かけることがなくなる可能性もあるんで、まあ、今回おすすめ車両になってきますので詳しくご紹介したいと思います、はい、もう一個ポイントとしてはあの63と一言で言ってもただの63と 63S があるんですよね、はい、でエンジンも違いますしパッケージの内容も若干異なるということ で、はい、で市場に流通しているものはほぼ 63S となんですね。そうですね、はい、本当に稀に63がある、うんうんうん、でもう一つ重要なのは前期後期でちょっとパッケージの内容が違って、はい、前期で標準装備だったものが後期だとオプションになってるそうですねものもいくつかあるということ で、ね、はい、特に後期もう選べないんですけど、うんうん、選ぶんであればしっかりオプション見ていただいた方がいいかなと、こんな内容になっております、はい、そしてまずエクステリアから見ていきたいんですけども、後期型ということで、はい、なんか全体的なイメージはあんま変わってないですね、うん、そこまでですね、はい、まあ、GLC の場合だと最初からこの前期後期、はい、パナメリカーナグリルになってますし、はい、あのバンパーの衣装に関してはほぼ一緒ですよね。そう一緒ですね。で、はい、ライトの形状が変わってる関係で、まあ、この辺の処理がだいぶ違うので、まあ、バンパー自体はもちろん互換性ないんですけれども、はい、他のシリーズに合わせたこういうヘッドライトになって、そうですね、結構やっぱり新しいっぽく見えますよね。まあ、そうですね、ヘッドライトの中が違うだけでも全然見た目はパッと見違いますので、はい、そして当然63トップレンジなので LED のインテリジェントライトシステムやアダプティブハイビームアシストプラスなんかのその辺の機能もフルフルでついてくると、はい、そして今回のお車何やら塗装がちょっと不思議な感じになってるんですけども、はい、そうですね、こちらどうなってるんでしょうか。ステレスのプロテクションが施工されてますので、普通の白ではなくてマットですね、もうマット色になっているというものになります。というわけでこの艶消しのタイプのプロテクションフィルムが施工されてるんですね。そうですね、はい、なんかマグノホワイトみたいななってますね。なんかそんな感じですよね、はい、なのでベースのこのホワイトを生かしてるんで、はい、若干このパール感も透けつつのマットになってると、うんうん、非常に綺麗ですよね、はい、で当然プロテクションフィルムなので傷も防止できてると、はい、そしてこれ施工されてから少し年月経ってるみたいなんですけど、はい、コンディションだいぶいいっすね。いやかなりいいですね。前のオーナーが非常に大切に乗っていたので状態が良くて、まあ、距離で少し乗ってるんですけども、それでも店頭に置けるなと思って今回商品車にしました。
あ、そうなんですよね、はい、あの前オーナー様が当社のお客様ということで、はい、まあ、その辺の素性がはっきりしているのもかなりセールスポイントじゃないかなと、はい、というわけでこんなフィルムが施工してあると。これいいっすね、はい、なんかこうあんまりいじってる感出さないで、そうですね、あれこんなの純正であるんですかみたいな、はい、で最近だとはなんかあのディフェンダーとかでもあるんですよね、純正オプションで、はい、あ、ありますね、マットにしてるのとかもあるんで、かなり純正感もあって、はい、まあ、他の GL シートはまあ差別化できるこんなカスタマイズフィルムが施工されている、はい、そして横に回っていくと当然63なんで、まあ、この辺も一番いい装備がついていると、標準で21インチ、はい、63S 以外は20インチがマックスですよね。そうです。ということでトップレンジだけこの21インチが装着されてございます、はい、そしておなじみのこの AMG のデザインと、はい、あとタイヤの方が、はい、これ22年製造なんで、はい、おそらく1回交換されてますよね。交換してます、前回車検で交換してます。なるほど、はい、じゃあ交換の方も当社で交換されているということで、はい、まあ、その辺も間違いないかなと。で装着しているタイヤはコンチネンタルのクロスコンタクト、これがあれですよね、オンオフいけちゃうタイヤ。そうですね、はい、というわけで、まあ、この車のキャラクターなんで、まあ、もちろん完全オンに振ってもいいんですけれども、はい、SUV なんでちゃんとその辺も使える、まあ、ウェット性能なんかもかなり高いタイヤになってくるそうです。いいですね、はい、そして当然サスペンションの方は AMG のライドコントロール、はい、エアサスペンションが標準でついてきています、はい、そして今回、はい、カーボンセラミックが、そうなんですよ、これ GLC でカーボンセラミックついてることってあんまりないですよ。いや、なかったですね。これ仕入れる時で後期何台かあったんですけど、その時でもなくて、はあ、根付きちょっといろいろ悩みつつで、あっという間にもう本当市場からはもうあれよあれよと売れてしまって、はあ、っていうなんで、というわけでこの超高額オプションカーボンセラミックもついてますんで、はい、まあ、気になる機器と、まあ、あとはやっぱりカーボンセラミックになると重量がかなり軽くなるということで、そうですね、あのサスペンションの動きがかなり良くなるらしいので、はい、まあ、その辺ちょっと乗ってみたいと思います。僕実は、はい、あの後期型乗ったことないんですよ。お、はい、前期型は何度か乗らせていただいたことあるんですけど、うんうんうん、後期型あんまり乗ったことないの で、はい、で個人的な印象なんですけど、はい、前期結構固めだなっていう印象なんですよ。はい、でちょっとバタつく感じもまあ少しだけあるなっていう感じだったんで、うんうん、まあ、その辺が今回のこの後期、ね、なおかつこのカーボンセラミックでどんな変化があるのか、ちょっとその辺は乗ってみたいと思います、はい、あとは63になるとちょっとワイドになっているということで、1930の車幅なんですけれども、もともと巣が1900なんですよね、はい、だどちらにしろ幅が結構 GLC の場合あるということで、うん、あんまり63にしたから使い勝手が変わるっていうのもないのかなと、はいはい、というわけでこんな足元になっております、はい、そしてあとは、まあ、特段触れるところでもないですけど、はい、あのバイザー今回の車はついてるんです ね、はいはい、この辺はまあ使い勝手的にはそうです、ね、まあ、いいと思います、はい、スタイリング的にはちょっとノーコメントで、はい、まあ、この辺の脱着も必要であれば言っていただければいいのかなと、はい、そして、はい、あとは後ろも同様にで、後ろになると結構太くなるんですよね。そうですね、295になるということで、はい、295、35、21インチ、でこちらも4本タイヤ交換してますので、はい、22年のものがついておりま す、 でタイヤ的には63も 63S も変わらない、幅は変わらないということなんですけど、はい、リアも1インチ大きい21インチが装着されていると。で結構あのこの辺のライバルになってくる車も、うん、あの結構バラバラっすよ ね、 あそうですね、タイヤのサイズも幅 も、 あそうです、ね、ライバルだと X3M とかマカンとかあの辺になってくると思うんですけれども、はい、スペック的には一番速いらしいです GLC63 が、はい、0100なんかのタイムは圧倒的に速いらしいので、はい、その辺今回乗ってみたいと思います、はい、そして後ろに回っていくと後ろもだいぶ、はい、あの新しいっぽいっすよ ね、 そうですね、やっぱり、はい、マイナーチェンジで変わってこの四角が強調されているテールランプ、はい、後ろつくと新しいってすぐあとはそう目を引く、夜見ると新しいとかもっと分かりやすくなりますね、はい、で63専用パーツでこのスポイラーの上にちょびっとしたのがついてたりだとか、はい、まあ、あとはバンパー下も当然専用エアロになって AMG のパフォーマンスエキゾースト、はい、あのパフォーマンスエキゾーストになるのが S だけですよね、はい、そうです、というわけでサウンドも少し違ってくると思いますので、その辺も聞いてみたいと思います、はい、続いてインテリア見てみたいと思います、はい、閉まってますあれ、あ、失礼しました、はい、こちらなんと今回のお車はパフォーマンスパッケージが入っているということで、はい、先ほどご紹介したカーボンセラミックセットなんですね。セットですね、なのでこの AMG のパフォーマンスシートが装着されていると、はい、これ少しギャップ萌えですね、はい、そうですね、はい、SUV なのにこのシートっていう、はい、まあ、パフォーマンス的には納得の内容になってくるのかなと、はい、そして内装の方は後期結構、はい、あの内装違うんですよね、あ、はい、ダッシュボード側に回ってまずこのステアリングが
はい、あの S クラスとかと同じ、うん、そうですね、ステアリングになっているということで、これだいぶいいですね、はい、いやだいぶ違いますね。で 63S になると握る部分がダイナミカのこのコンビのステアリングになると、はい、そしてその奥のメーターも後期になるとフル液晶になるんですよね、はい、そしてあとは、はい、ナビゲーションそちら側に行って、こちらのモニターも大きくなってるんですよね。そうですね、大きくなってる。前期型が8インチだったのに対して後期型 10.25 インチということで、はい、ワイドになってる。でなおかつタッチパネルにもなってるんですよね、うん、なってますね。だいぶいいですね、はい、そしてその下このナビだったりのコマンダーも新しい世代のこの平べったいタイプになってるということで、はい、まあ、全体的なこのデザインだったりだとか配置なんかは変わってないんですけれども、確実になんか一個ずつアップデートされてる印象になっております。はい、さあというわけで今回は GLC 何台もご紹介してますので駆け足での紹介ですけども、はい、トランク、はい、これほぼ使用されてないですね。めちゃめちゃ綺麗ですね。あの全くの使用感がない、はい、ここに至っては純正の養生がまだ貼ってないと、はい、これがねもうくっついちゃうんで剥がした方がいいかもしれないですね。そろそろ剥がしていいですかね。で結構な容量ですもんね、はい、GLC、うん、そうですね、使い勝手がめちゃくちゃいいと、はい、そして下側にも少し収納がありますんで、はい、まあ、純正のコンテナも入ってますけど、そうですね、まあ、これはでも売れますよね。売れますね、はい、このだってサイズでこれだけ人がちゃんと乗れて荷物も詰めてということで、はい、まあ、使い勝手も非常によくって、はい、まあ、パフォーマンスも高い、こんな感じになっております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、でこのエンジンがこの市場に少なくなっている原因の気がします、はい、あの現行型ももう販売されてますけれども、はい、現行型はなんと 2000cc のハイブリッドということで、もう車違うんじゃないかなっていう。そうです、ただ乗ってみてないんで何とも言えないんですけれども、はい、やっぱりそこって結構大きく違いがあるのかなと、まあ、排気量これの半分ですからね。そうです、2000ですかね、はい、というわけでこちらのエンジンが 3982cc V8 ツインターボ、はい、もう名機と言っていいですよね、はい、M177 で馬力の方が510馬力、トルクの方が700ニュートンということで、なんとこれびっくり、前期後期スペック自体は一緒なんですよね。一緒ですね、そうなんですよね。だ普通だったら後期型でちょっとでも馬力上げてくるっていうのが、はい、まあ、メルセデスのスタンダードだったと思うんですけども、はい、おそらく、まあ、排ガス基準だったり適合させる関係だったりとか、うん、はい、まあ、その辺で、まあ、スペック的なものは一緒なのかなと。ただもうそのスペック自体が振り切れてますから、はい、0100なんと 3.8 秒、うん、このセグメントで言ったらトップらしいです、 ですね、はい、そしてマックス280キロ、はい、そしてですね前期後期の微妙な違いとしてなんですけれども、前期だと同じ63でも63と 63S で機械式デフと電子制御のデフ2種類、はいはい、要は 63S が電子制御で普通の63が機械式デフっていう分けられ方をしてたんですけど、はい、後期だと両方電性のデフになってるということで、まあ、今回の場合は 63S なんでどちらにしても電子制御のデフなんですけども、そしてこれに組み合わせるミッションの方が AMG スピードシフト、はい、で4駆の方は50対50からマックス0100まで振れるような、もう本当に走りのエンジンがもうそのままエンジン足回り、あとはデフが SUV に投入されている感じですよね、はい、そうですね。なので本気の走りもできるこちらのお車、この後乗ってみたいと思います、はい、続いてトーカルへ見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。
行きましょう。はい、じゃあちょっと振り返りを、はい、で今回の車はカーボンセラミックブレーキついてます、はい、まあ、パフォーマンスパッケージですよね、シートとセットのそうです、ね、まあ、あとコンフォートパッケージがついてるということで、コンフォートパッケージがエアバランスパッケージ、まあ、つまり空気清浄機、まあ、あとはパフュームアトマイザー、あとはヘッドアップディスプレイ、ブルメスター、中のその辺のセットのやつが全部ついてると、はい、ブルメスター後期オプションなんですね。オプションなんですよ。前期だと標準だったんですよね。そうですね。だとパノラミックスライディングルーフが標準装備ということで、はい、まあ、63やっぱり装備いいっすよね、うんうんうん、でかけたいんですけどこれあの普通にかけるとこれじゃないですか、はいはい、これパドル引きながらかけると、はい、ほいほい、エモーションスタートでしたっけ、はい、はい、ありました、ね、ついてると。それがやりたかっただけです。あとモード切り替えでコンフォート、スポーツ、スポーツプラス、レースまで、そうですね、 63S だとあるということで、はい、はい、そしてこっちも、はい、ステアリングが新しくなってるんで、エキゾーストの開け閉めとトラクションコントロール、はい、あとこの辺は共通ですよね。ちょっとここら辺のデザインが変わってると、はい、はい、であと置くだけ充電もしっかりついてると。まあ、強いて言えば本当にあのベンチレーションぐらいかなっていう、うんうんうん、欲しかったのは、はい、はい、というわけでそんな感じの装備内容で、当然360度なんかも、はい、ついてますし、うんうん、はい、非常に使い勝手はいいのかなと、はい、はい、行きましょう。お願いします。なんかステアリングが後期ちょっと軽くなった気がする、うん、乗り比べたい気がするだけなんだよなまあでもタイヤももちろん違うし、うん、そうです、その乗らせていただいた車と確かそれはね BC 法事とかなんか買いした気がするんだな、まあ、あと試乗でも乗らせていただいてますけど、なんか印象に残ってるのがその BC かなんか入ったやつで、はい、あで乗り味はちょっとさっきも言ったけど、はい、結構固め、固めですね、うん、はい、転がってる感もこれもタイヤもあるかもしれないけど、うん、結構ゴロ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 っていう感じ、うん、だ全体的にショックはそんなにこうガッチガチじゃないんだけど、入力はもう結構反発強めです。だからこうダンダンっていう、まあでもこのパフォーマンスを受け止めるんだとこのぐらい必要なのかなっていう。そうですね、だって普通にさ、はい、あのベースグレードからトップのこの500馬力まで同じボディだからね、まあ、補強とかはしてあるのかもしれないけど、まあ、そう考えると仕方ないのかなという。そしてシートの方はパフォーマンスのシートなんで、はい、ホールドめっちゃいいですけど、そうですね、ですね、ウレタンがめっちゃ硬いです、はい、だいぶ硬いです、ね、ただ僕の体型に合ってるんで、うんうんうん、なんかあのペルフォのシートみたいにこう背中を押される感じとかではなく、ないですね、確かに、まあ、ウレタン硬いなって感じです、はい、だから疲れなさそうではある、はい、そうですね。で調整自体はスタンダードな調整プラス膝裏プラスランバーサポートっていう感じです、はい、です。結構サイドサポートの張り出しが強いんで、あ、だからこのなりでもう本当に峠ワインディング攻めたりもできちゃうんじゃないかっていうぐらい、あの足しっかりしてるし、うん、そうですね、そのホールドもいいしっていう感じです。だからギャップすごいねこの車。そうです、ギャップはすごいですね、うん、そして今コンフォートなんで、コンフォートだとまあエンジンも全然ピンキーじゃないし、うんうん、まあ、V8 サウンドもあんま聞こえないし、ステアリングもそうですね、ちょっと軽めで、まあまあまあ、入るとなそんなに機敏じゃないので、はい、早速ちょっとスポーツプラスいいですかもう、はい、はい、お願いします。今回ちょっとショートバージョンなんで、はい、でもスポーツプラスにいると、いやもう露骨違いますね、やばいこれは、はいはい、63だね、はい、63に変身する感じ、急に V8 サウンド聞こえていいですね。ただ足はそんなに硬くならない気がする。確かに確かに、変わってるか変わってないかで言われたらもちろん変わってるんだけど、そんなに激変してめちゃくちゃ硬くなりましたねって感じではなく、これ多分だから全然、まあ日本じゃ試せないけど200オーバーでも多分大丈夫だよね、うん、しっかりしてますよね、うん、そのぐらいのなんか安心感が、あ、でもこれスポーツプラスにいてもそんなに唐突じゃないね、うんうんうん、なんかセダンとかクーペの方がもっとなんか唐突な気がする、はいはい、そうですね、あ、でもアクセルの隙全然いい、ステアリングも全然良くなる、うん、いいなぁ。あと全体的にやっぱり洗練されてるよねこれは。あ、そうですね、ありきたりな表現になっちゃうかもしれないけど、うんうんうん、後期やっぱりね全体的に洗練されてる、うん、だから癖が強いのはまあ、前期かな、はいはい、
でもさっきも言ったけどさ、こんだけ台数少ないとさ、はい、仕入れも大変くない？大変です。やっと出てこないでしょ。出てこないんですよ。そうなんですよ。で買い取りもさ、ないっていうかさいやオークション全然出てこないけど、うん、買い取りのご依頼はめちゃくちゃいただくんですよねっていう車もあんまりないじゃん、うん、そうですね、大体どっちかこうセットじゃん、はい、うん、大体市場にない車は買い取りの依頼も少ない、うんうんうん、異常事態だよね。本当に異常事態ですね。いいのいい。そして気になる足の方は、はい、カーボンセラミックはわからないもうちょい飛ばさないとですか、ね、もうちょい多分飛ばさないと足の動き的にも、うんうん、危機的にもちょっとわからない。そうです、ね、正直、はい、ただまあ音鳴きはしてないっていうところは。あ、そうだね、意外に鳴かないね。はい、なんか MG のブレーキとかも結構鳴くイメージ。そうですね。てかカーボンセラミック全般鳴くよね。鳴く、鳴きます。音気にする人は乗っちゃダメだよね、カーボンセラミック。そうですね、うん、まあもちろんその面取りしたりとか、うんうんうん、なんかそのパッド変えたりとかグリスアップしたりとかで対策はできるけど、うん、絶対鳴かないようにってできないでしょ。できないですね。気にされる方はカーボンセラミックは買っちゃダメです、ね、うん、もう普通のスチール、まあ、普通のスチールですら泣きます。まあ欧州車結構泣くじゃん。そうですね。でもそれ聞いてる証拠だから、まあまあまあ、まあ、止まるたんびにキーとかって言ってると、うん、いやいやレーシングカーじゃねえんだからって思うこともまああるけど、まあ、あんまりひどいよだったら対策した方がいいですけど、うん、あと意外に C クラス後ろも広い、はい、特にこの方、うんうんうん、そうですね、4人乗りで使ってもそんなに窮屈ないと思います。そうだよね、大人乗ってもね、はい、全然ね。乗り心地はどうですか？めちゃめちゃいいっす。あ、いいんだいいんだ全然あの苦じゃないというか、あ、普通に座ってられます。そっか、意外にね前と後ろで印象違ったりするから、ね、そう後ろを座ったことあるんですけど座面が長いんですよ、ね、あ、だからお尻座りがこう結構しっかりしてるんで結構疲れない感じで座れてて、あとシート結構違うからね、違いますね、前と後ろ で、 そうです、ね、今回特にパフォーマンスのシート違うから、 で後ろは結構クッション性高いから、うん、そう考えると後ろは全然いいのかもしれない。そうですね。だってこの間ウルスペルフを乗らせてもらって、はいはいはい、前の席2人は、はい、いや結構硬いね、あ、いやでも硬いけど全然乗れるよねっていう感想だったの、はい、で後ろに乗ったカメラマンは、はい、え全然乗れますよっていやむしろ結構乗り心地いいっすよって、あ、そう、あ、結構その乗るところと、はい、まあ、シートのその材質と、はい、で違うんだなと思って、うん、そう、あ、ちょっとね、スピードプラ、あのスポーツプラスにすると、はい、ちょっとアクセルのギクシャク感は出るけど、うんうん、それでもいや音いいよやっぱり。音はいいですね。で純粋な音で言ったら多分前期の方が、はい、マフラーも抜けがいいし音がいいんだろうけど、まあ、後期でも全然、うん、だからちょっと原稿気になるよね。そうですね、ガラッと変えたじゃん、はい、いいですかちょっと。はい、お願いします。気持ちいい、プロ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 、なんかさもうザ V8 っていう音するよね。そうですね。あとやっぱりスピード出すと途端に足の動きが良くなる、うん、だから少し想定されてるその速度域はやっぱり上なんだと思う、はいはい、途端にその道路のつなぎ目とか追従性良くなる。確かにそうですね、うん、足がちょっとカーボンセラミックとどんだけ違うかのかは、分かりません。買ってください。いやもしかしたら乗り比べたら結構足の動きが違うのかもしれない、はいはい、まあ、重量全然違うし、うん、ただ後ろはねカーボンセラミック の、 あのこのパフォーマンスパッケージつけても後ろはスチールローターのままなんだよね、うんうん、そうこのクラスだと。そう、これより上のクラスになると前後カーボンローターとかになるけど、うん、そうGLC とか C クラスはカーボンセラミック選んでもフロントだけだから。フロントだけですね、まあ、だからパッケージで80万だっけ、うん、まあ、それも高いけど、ね、まあまあまあ、そうもう 1.5 倍ぐらいしますもんね、うん、両方だと。いやこれまだ距離も、まあ、ギリギリ、はい、ギリギリ、はい、うん、浅めだし、そうです、ね、うん、薄めだし、これから乗るにかなりいいんじゃないかなと思います、はい、まあ、あとプラスアルファしてもいいのかなと、うんうんうん、はい、
そうですね。あ、ブレーキちょっとこうって音はするけど、でも確かに効く気がする。すごい。めっちゃ気持ちいいんだけど。全然法定速度でまで加速するぐらいです。全然気持ちいい。気持ちいいですね。やっぱりあと重厚感あるんだよね。そうですね。エンジン重たいのもあるけど。いやー、いい車だ。再確認した。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後になりますけども、めちゃくちゃいいね。よかったですね。あの AMG の特にそのコンパクトなモデルって一つの魅力がそのギャップだと思うんですよ、はい、このサイズの車に V8 積んでるのとか、はい、こんなにパワフルなエンジン積んでるのっていうのが結構魅力かなと、うん、で現行型も、まあ、もちろん馬力の方はアップしてるんで、はい、まあ、僕ちょっと乗ったことないんで何とも言えないんですけども、また別のちょっと魅力じゃないかなっていう気がするんですよね、はい、なのでもうこのキャラクターは多分この世代で、まあ、一旦多分区切りだと思うの で、 気になる方はぜひ、まあ、ちょっと将来乗ろうかなじゃなく、もう車ないのでぜひ、はい、早めにお問い合わせいただいた方がいいのかなと。あとはこの辺の車の買い取りも、はい、まあ、頑張れますよね今回、まあ、ちょっと待って、はい、というわけでぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はメルセデス AMG GLC 63S フォーマチックプラスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。